VTR がニューマシンになる。圧倒的に勝てるようなマシンが変わることによって、その進化する速度も飛躍的に上がるんじゃないかなと。フロントヘビーな車なので、それを少しでも重量配分を後ろに持っていってバランスを良くしようという。2代目の GTR に乗るっていうことで、今まで以上の迫力であったりスピードっていったところは出せると思います。来シーズンは、まあ、何が何でもチャンピオンをもう一度取りに行くっていう気持ちで走りますので、期待しててください。